クルムバッハ郡は、ドイツ、バイエルン州のオーバーフランケン行政管区中央に位置する郡。隣接する郡は、北にクローナハ郡とホーフ郡、東と南がバイロイト郡、西がリヒテンフェルス郡である。クルムバッハ郡は、北東部にフライケンバルト、東にフィヒテール山地、南西と西にはフランキシェ・シュバイツとオーバーマイン高地に面した位置にある。この郡を流れる大きな川はマイン川の二つの源流、白マイン川と赤マイン川であり、両者は郡西部のマインロイス付近で合流し、マイン川となる。この郡の地域は1800年頃までは主にバイロイト公領に属しており、1810年にバイエルン王国の所属となった。1804年にはすでにシュタットシュタイナハ地方裁判所、1812年にはクルムバッハ地方裁判所が設立された。両裁判所ともマインクライスに属し、1817年にオーバーマインクライスとなった。1852年にはツルナウ地方裁判所も創設された。クルムバッハ地方裁判所とツルナウ地方裁判所は1862年にクルムバッハ管区長として合併した。同時に、シュタットシュタイナハ地方裁判所は同盟の管区長となった。1890年に、クルムバッハ市が管区長から独立し、クライスに属さない都市となった。クルムバッハ管区長とシュタットシュタイナハ管区長は1939年に郡政に移行し、それぞれクルムバッハ郡及びシュタットシュタイナハ郡となった。クルムバッハ市は1940年にクルムバッハ郡に編入され、1945年に再び独立市に戻された。1972年のこの地域の自治体再編で、独立市のクルムバッハを含むクルムバッハ郡の大部分は、シュタットシュタイナハ郡及びボンゼースと合併し新たなクルムバッハ郡が出来上がった。クルムバッハ市は独立市ではなくなったが、大規模郡都市となった。1996年5月1日以降のクルムバッハ郡の郡知事はクラウス・ペーター・ゼルナーである。2020年3月15日の選挙結果に基づく政党別議席配分は以下の通りである。下部は尾を持つ三角図形で白と黒で一末に4分割。上部は金地と青地に左右に分割。左側は銀色逆向き斜め体の下に赤い爪と舌を持った左右逆向きの黒い獅子。右側は赤いくちばしの銀のワシ。クルムバッハ郡はバイエルン州で3番目に食品産業が盛んな地である。工業労働者の 30% がこの分野の産業に従事している。クルムバッハは栄養と食品に関する連邦研究所、より正確には連邦食肉研究所の所在地でもある。その他の重要な産業には、繊維産業及び機械産業がある。クルムバッハ郡では、社会保険支払い義務のある労働者が、合計 23,657 人いる。主な企業には、以下のものがある。1846年、ルートヴィヒ南北鉄道がリヒテンフェルスからクルムバッハを越えてマイン川上流のクイエンマルクトビルスベルクまで、敷設された。フィヒテル山地を越えるという技術的な困難にもかかわらず、同年中には終点のホーフにまで到達していた。1853年にはノイエンマルクトビルスベルクからノイエンマルクトバイロイト鉄道がオーバーフランケンの中心地への鉄道網を整備した。バイエルン州立鉄道は最初の1世紀の間にこれをわずかながら拡張し、以下の全長 84km のローカル、鉄道網を作った。現在でのこの半分以下の約 42km が廃止されている。市市場町町村市町村に属さない箇所はない。行政共同体ジェネシスオンラインダテンバンクデバイロションランデスサムッツフィアスタチスティックトベル12411から001ホルトシュライブンデベボケアングススタンズゲメエンデンスタイテージハット、ウワールでクレイスタグスコミニルワリ2020イム、ランドクライスクルムバッハジェッサムターグブニーズ。2021年3月13日閲覧。ありがとうございます。